ばんは。5月の19日土曜日、住之江ハートスタジアムに来てます。昨日の夜すごい雨でどんなになるんかなと思ったけど、もう朝にはピーカーンブルーです。たくさんの人が頑張ってるこのイベントなので、ちょっと取材に行ってまいる。常に音楽が聞こえてるっていう状態の、そんなイベントやったりするので、昨日は前夜祭で映画ミニオンやったかな、あったんやけど、途中で雨が降るかなと思ったら最後の最後まで大丈夫やったみたいで。こんにちは。お疲れ様です。お疲れ様です。こんにちは。お願いします。お疲れ様です。地面もちょうど、あ、大丈夫だ、よかった。なりましたね、よかったですよ、はい、雨っていう噂あったん で、ね、だから心配したんですけどね、よかったです。今日は晴天気でそんなに暑くもないし、楽しんでいけるかなと思ってますので、はい、ぜひ皆さん楽しんでください。あー、来てくれた。お疲れ様です。ありがとうございました。いい感じで晴れてる。いい感じでしたね。昨日雨どうしゃ降りでどないじゃん。ほんまにどうもそればっかりですよね。本当に今日頑張ってよ。バンダイブよろしくお願いします。いやいや、もうさっきもずっと見てて、あ、なんか輝いてます。目がキラキラしてる。ありがとうございます。いや、いてるでしょ。いてますでしょ。いたら安心やけど。安心してます。鈴木さん、今日はバッチリ。ほんまにかき氷美味しそう。すごい、ちょうどいいかき氷。揚げ物とかな。あー、ピンクになってる。かわいい。やったー、黄色。うん、頑張ってやる。こないだ、ここちゃんありがとうございました。チキンとかき氷です。はい、運んできて、自分のみんなで持って、うしうしして。雨でどうなるか思ったけど。はい、大丈夫です。ありがとうございます。やったー。あ、もう匂いがいい、かもり。よし、やめて。よー、グローバルな感じ。芝生はもう何をしてもいいの。猫のバットもいい。芝生がめっちゃいい感じ。すごい、やっぱりミニオン多いです。昨日映画やったもんね。いや、みんな撮ったの、これは。すごい。あ、すごい。わーい。無理もがあったりとか。あー、素敵素敵。ここで何でも買えるんだ。結構グローバルな感じがします。フランクフルトも美味しそう。めっちゃ安いですね。本当。こんにちは。こんにちは。飲み物。ドリンクが。じゃあ、リボン当たってまーす。すごい肩です。朝からですよ。本当に昨日の夜からです。すごい、毎年です。毎年出演される。もちろんです。ということで。住之江ラブ。いただきました、住之江ラブ。ええ、あー、すごい。おー、なってるもん、すでに100位になってるもん。100位になってる。ほら、もうこれ。すごい、グローバルよ。住之江ラブってみんな、こんにちは。す
ごい、子供たち何食べるの？ポテト、チョコバナナ、チョコバナナ待ち、食べられて手作り感が満載。ミニオンちゃんがいっぱいいてる。
ほら、やっぱりぬいぐるみ買うよね。かわいいよね。安かったね。お得だね。いい感じ。ほら、これもミニオンの靴下。キャー、かわいい。いっぱいいてる。子供たち大人気、大人気。ほらほら、ミニオンくん。ミニオンいっぱいよ。キャー。こうやったらね、次のやつ3個あげるから、もう1個戻すか、ここ。どれでもいいから3個選んでくれる。スーパーボール作りしてまーす。夏って感じ。いい感じ。涼しい、涼しい。涼しいね。これが気になるのよね。ドミノかと思って。ゲーム500円。安いよ。玉入れです。いいね、いいね。こういう昔ながらの遊びがいいと思う。あ、美味しそう。焼き鳥食べてる。いいね、いいね。影になってるところにやっぱりね、いたりとか。手作りな気がする。売ってるの？見せますの？大人気。もうほんと広場で芝生でみんなじっくりできる、ここの醍醐味です。いや、ほんまどうなるか思いましたけど、ね、よかったです。地元産業マーケットですね。これ前あれでしたよね、あのこれ全然歩き方変わってない。ちょっと待ってください。よっしゃ、ホームランお疲れが作ってきたね。上半身裸裸どうも。今回7回目ということで、天気ね、ほんまに直前までドキドキしたんですけど、なんとこんなね、なってきてホッとしてます。ほんまストレスになりますね。花火まで大丈夫そうです。はいはいはい、はい、楽しみです。まだまだ楽しんでください。いやで、バッターのバッティングセンターやるかやったら、行ったことないですよ。1球目だけ当たりがしたけど、1球目から全然当たりなかったんですね。やっぱり運動不足です。カメラ撮ってくれてよ、カメラで。カメラ撮ってくれてるね。恥ずかしい。何歳か。大人気です。すごいよ、始まる前から並んでるっていうね。欲しい。いけるいける、頑張れ頑張れ。さすがです、大人気。もうこれ醍醐味、野球場やからね。もうね、毎年来てんねんけど、このイベントほんま最高。みんなのね、ちっちゃいの力が集まってね、本当にすごいパワー感じております。また来年もよろしくね。